旧最高裁判所長者シンガポール法はイングランド法を基礎とする。主な法文や契約法、公平法及び信託法、財産法並びに不法行為法は、その大部分は裁判官によって創造されてきたものであるが、今ではそのうちの一定の側面は制定法によってある程度修正されている。しかしながら他の法文や会社法及び 家族法は、性質上ほぼ完全に制定法によって定められている。裁判官は、シンガポールの裁判例を参照するだけでなく、今なお、イングランドの判例法を参照することがある。それは、その問題が、伝統的なコモンローの法分野に関わる場合や、イングランドの立法を基礎とするシンガポールの制定法、またはシンガポールに適用があるイングランドの、 制定法の解釈に関わる場合である。近似においては、さらに大きな傾向として、重要な英連邦諸法域を考慮することもある。特に、これらの法域が、イングランド法とは異なるアプローチを採用する場合に、その傾向が見られる。一部のシンガポールの制定法は、イングランドの立法ではなく、他の法域の制定法を基礎としている。この場合、当該法域における、 当該基礎とされた制定法についての裁判所の判断がしばしば調査されることになる。こうして、インド法は時として、インドの制定法を基礎とする、証拠法や刑法典の解釈において考慮されるので、ある。これに対して、シンガポール共和国憲法の解釈については、裁判所は依然として、外国の法律資料を考慮したがらない傾向にあり、これは、憲法の解釈については、 他の法域からの類推によってではなくまずは自分自身の中で行うべきとの考えによるものであり、また諸外国における経済的、政治的その他の条件はシンガポールとは異なるものと考えられているためである。イギリスの統治下でのシンガポールにおいて制定された国内治安法や結社法などがある。などの制定法は、 今でも法令集に掲載されており、身体系も死刑も依然として用いられている。サー・トーマス・スタンフォード・ラッフルズ近代のシンガポールが創設されたのは1819年2月6日のことである。創設したのは、イギリス東インド会社の役員にして、ベンクーレン副知事のサー・スタンフォード・ラッフルズであり、東洋での交易に対するオランダ人の支配への対抗を起としたものであった。 ジョホールのスルタンとジョホールのトゥムン軍から東インド会社に対するシンガポールへの工場の設置の許可が得られたのが同日であったというものであり、シンガポールの完全な譲渡が行われたのは1824年のことである。イギリスによるシンガポールの取得前においては、シンガポールを所管するマレー人の主張はジョホールのトゥムン軍であったとされている。ジョホール王国は マラッカ王国の後継国であり、いずれも自身の法典を有していた。また、アダット法もまた、イギリスによる取得前は、シンガポールの住民に適用されていたかもしれない。しかしながら、実際に、どのような法が適用されていたのかは、全くと言っていいほど不明である。イギリス人は、シンガポールの取得時においては、同等においては、いかなる法も実施されていなかったものとみなしてきた。 1823年にラッフルズはシンガポールの管理のための規則を発布した。1823年1月20日規則3によってイギリス国旗のもとに頼るすべての種類の人々を管轄する治安判事職を置いた。治安判事は現地の状況が許す限りイギリスの治安判事のやり方に従い技術的事項や無用な方式を可能な限り排除し、 最大限の判断力及び良心並びに実質的正義の原則に従って平成さと裁量をもってその職の任務を執行することができた。ラッフルズはその規則を制定する法的権限の範囲を逸脱して行動していたため、その規則はおそらくほとんど違法であった。ラッフルズはベンクーレンの管轄下においてシンガポールに工場を設置する権限は有していたが、 シンガポール全体をベンクーレンの支配下に置く権限は与えられていなかったのである。この点、ラッフルズによるシンガポールの取り扱いは、まるで、スルタンとトゥムン軍との間の条約が、工場の設置を許可しただけで、シンガポール全体がイギリスに割上されたかのようで、あった。同年、ラッフルズは、ジョン・クローファードをシンガポール理事官に選任した。クローファードは、 ラッフルズにより設置された司法制度の合法性に疑問を抱き、賭博をした者に対する鞭打ちや彼らの財産の差し押さえを命じた治安判事らの手続きを無効化した。クローファードは結果として治安判事職を廃止し、代わりに理事官補佐が監督し、小規模の民事事件を取り扱う請願裁判所とその他すべての事件を管轄しかれ自身が統括する。 理事官裁判所を置いた。クローファードは適用すべき法について何らの権威のある指針を有していなかったため、イングランド法の一般原則に基づいて、可能な限り現地住民の異なる階級の特徴と慣習を考慮しつつ、裁判を行った。不幸なことに、クローファードの裁判所もまた法的基礎を書いたため、シンガポール所在のヨーロッパ人に対しては何らの、 法的権限をも有していなかった。イギリス人民に関わる重大な事件は、カルカッタの判断を仰がねばならなかった。そうでない場合には、彼が成し得たことは彼らをシンガポールから追放することだけであった。ラッフルズとクローファードによって設置されたシンガポールの裁判所の法的地位には、疑いがあったものの、事実上の状態として、 1819年から1826年まではイングランド法の原則がシンガポールに適用されていたことになる。1824年6月24日、1824年、シンガポールの東インド会社への移転当法により、シンガポール及びマラッカは正式に東インド会社に移転された。1802年インドにおけるマールバラ取り法により、両地域は 同僚域内の他の地域と共に、オランダからイギリスに割上され、ベンガルのウィリアムトリデの管区に服することとなり、1800年、インド統治法に基づいて、両地域はウィリアムトリデの最高裁判所の管轄となった。1825年インド給与、年金法により、東インド会社はシンガポールとマラッカをプリンス・オブ・ウェールズ島の管理下に置くことができることとなった。 同社はこれを行い、海峡植民地を創設した。東インド館、1817年頃、1869年に解体された。制定法の6次を 4C85 により、イギリス国王は海峡植民地における司法運営について規定する特許状を発する権限を得た。東インド会社は国王に対し、かかる特許状を発して、プリンスオブ、 ウェールズ島、シンガポール及びマラッカの植民地における適正な司法運営並びに居住者の人身、権利及び財産並びに公的収入の安全並びに犯された資材その他の犯罪の審理及び処罰並びに悪徳の抑圧のための裁判所及び裁判官を設置することを申請した。申請は認められ、国王は 第二司法憲章を1826年11月27日に発した。第二司法憲章によって、プリンス・オブ・ウェールズ島・シンガポール・マラッカ法院が設置され、これに、正義と権利に従って判決及び有罪宣告を発し宣告する完全な権能及び権限が授与された。この重要な規定は、後にイングランド法を海峡植民地に導入したもので、 あると、司法上解釈された。この規定に対する現在の理解は、1826年11月27日において、効力を有するすべてのイングランドの制定法並びに、イングランドのコモンローをよび、公平法が、海峡植民地に適用されることとなったが、ただし、現地の状況に不適合であり、かつ、不正、または、抑圧を生まないようにすべく変更することができない。 物は覗くというものである。第二司法検証の規定によれば、当該法院は、海峡植民地知事及び海底地たる植民地の駐在参事官並びに、レコーダーと呼ばれるもう一人の裁判官によって、統括されるものとされた。最初のレコーダーであるサー・ジョン・トーマス・クラリッチについて、問題が発生した。彼は、知事及び駐在参事官だが、 一切の司法事務を行うことを拒否するとの不満を述べ、そこで自らもまた裁判所の一切の事務を行うことを拒否することによって応じた。彼はまた初期間、通訳などの完全で効率的で立派な裁判所の制度が欠けていることを嘆いた。クラリッジはプリンスオブ・ウェールズ島の根拠地からシンガポール及びマラッカに出張するはずであったが、出張の費用と準備に関する 争いのため、彼はこれを拒否した。こうして、1828年5月22日、ロバート・フラートン知事は、ケニス・マーチソン駐在参事官と共に、シンガポールで最初の巡回裁判を彼ら自身で行わねば、ならなかった。クラリッジは、結果的に1829年に、イギリスに呼び戻された。1826年11月27日の第2、 司法検証の表題ページ。1827年2月に、ロンドンにおいて JL コックスにより交換された版から。第二司法検証の写しは、もともとは、海峡植民地最高裁判所が所有していたもので、その写真副写は、今でも最高裁判所図書館の蔵書に含まれている。第二司法検証は、プリンス・オブ・ウェールズ党の知事及び参事官、または、 その体かなる個人もしくは組織に対しても立法権を授与するものではない。制定法を制定する一般的権限はインド政庁及びイギリス議会が有していた。1813年東インド会社法ともによりプリンス・オブ・ウェールズと恐れ、事態にその化する租税に関して極めて限定的な規則制定権限が与えられ、 海峡植民地に適用される9つの規則が発せられた。しかしながら1830年6月20日に東インド会社はプリンスオブウェールズ島の地位を管区から理事官管区に格下げした。こうしてプリンスオブウェールズ島は海峡植民地に対する立法権を失いその権限はベンガル総督に引き継がれた。ベンガル総督からは 海峡植民地に適用される4つの規則が発せられた。海峡植民地の格下げにより、知事及び駐在参時間の職も廃止された。そのため、フラートン知事は、彼も駐在参時間も、もはや第二司法検証に基づいて、司法を担う権限を有しないものと判断した。フラートンは、1830年の年内に、イングランドに旅立つ前に裁判所を閉鎖し、 司法制度を解散した。そのため、法的な混沌が生じた。現地に裁判所がないことによる混乱と不便によって、商業活動が崩壊することになると思われたため、商業界は騒乱に包まれた。シンガポールにおいては、マーチソン理事官代理は裁判所を召集しなければならないように感じた。しかしながら、ジェームズ・ロック登録官代行は、 その裁判所は違法であるとの見解であり、これはすぐに閉鎖された。1831年9月には、海峡植民地の商人らは、イギリス議会に陳情を行った。それまでにすでに、東インド会社は、フラートンは過ちを犯したものと判断していた。東インド会社は、知事及び、駐在3時間の肩書きを復活させ、これらのものが、 第二司法検証に基づいて引き続き司法を担うことができるようにした。1832年6月9日、プリンス・オブ・ウェールズ島において法院が再開され、裁判所が閉鎖中であった2年間に蓄積した数多くの未処理事件を処理した。1833年、1833年、インド統治法ともが、 イギリス議会によって可決され、東インド会社のハントにおけるより良い統治が起とされた。単独での立法権が評議会におけるインド総督に移転され、こうしてインド諸法の時代と呼ばれる海峡植民地史の一時代が始まったのである。法院は1855年8月12日の第3司法憲章によって再編された。海峡植民地には2人のレコーダーが置かれ、 一人は、プリンス・オブ・ウェールズ島を、もう一人はシンガポール及び、マラッカを担当した。1858年、東インド会社は廃止され、同社によって管理されていた地域は、選任されたばかりのインド大臣を通じて行為する、国王に移転された。これは1858年インド統治法によるもので、ある。法体系の構造には変更はなく、 インド総督が引き続き海峡植民地のために立法を行った。不幸なことに、この時代に総督によって制定された多くの制定法は海峡植民地とは無関係なのものであり、いずれが適用があるものかを判断することは困難であった。この状況は1889年制定法改定不礼によって改められた。同条例により、 この問題を調査する委員だが選任されるとともに、有効と認められる、インド書法の内容を記載した書物を交換する権限が彼らに与えられたのである。そして、これに記載されていない制定法は直ちに適用されないこととなった。1867年4月1日、1866年、海峡植民地法により、海峡植民地はインドから分離され、 別の横領植民地となった。立法権のある別の立法評議会が海峡植民地のために設置された。立法評議会によって制定された制定法を条例という。1868年最高裁判所条例によって海峡植民地法院は廃止され、その代わりに海峡植民地最高裁判所が設置された。知事及び駐在参事官らは 裁判官ではなくなった。1873年、最高裁判所は、再構成され、主席判事及び、ペナン判事並びに、上席、下級の売席判事によって構成されることとなった。最高裁判所には二つの部が置かれ、一つは、シンガポール及びマラッカに、もう一つは、ペナンに置かれた。シンガポールが、海峡植民地における政治、経済の中心地となるにつれ、 主席判事と上級版遺跡判事はシンガポールに駐在することが求められるようになり、これに対してペナン判事と下級版遺跡判事はペナンに駐在することとなった。最高裁判所はさらに民事事件について構訴員としての管轄権も与えられた。イングランドにおける裁判所の構成の変更に伴い、1878年には裁判官の管轄と駐在はより、 フレキシブルとなり、最高裁判所の地理的な分離は案に廃止された。裁判所の階層構造も初めて定められ、海峡植民地最高裁判所、西岸裁判所、二人治安判事裁判所、治安判事裁判所、検視官裁判所及び治安判事によって構成されることとされた。最高裁判所の判断に対する上訴は、まずは控訴院に対してなされ、さらにその上で、 数密院における女王になされたが、校舎への上訴を取り扱ったのは、数密院司法委員会であった。1878年にはまた、後に民事法法第5条として知られる規定が、海峡植民地に導入された。この規定の内容は、一定の範疇の方、または、少事法一般に関連する疑問、または、問題が現地で生じた場合には、施行されるべき法は、 同時代におけるイングランドにおいて施行されている法と同一のものとするが現地で効力を有する法により異なる規定が定められている場合にはこの限りでないというものであった。この規定が必要と考えられたのは海峡植民地最高裁判所が当該植民地においては効力を有しない制定法の存在を前提とするイングランドの判例法に従う傾向にあったためである。また、 コモンローは帝国全域にわたって共通であるべきであるとの一般的な信条もあった。しかしながら第5条の表現ぶりはイングランドのどの制定法が現地でも適用があるのかの判断にさらなる困難をもたらした。1979年にこの規定には大幅な変更が加えられたが、この問題が解決されたのはこれが 最終的に廃止された1993年のことであった。1885年裁判所条例改正により、最高裁判所の構成は再び変更され、主席判事と3名の賠席判事により構成されることとなった。1907年には、最高裁判所の管轄は、大幅は、見直しがなされた。最高裁判所は二つの部に分けられた。民事部と刑事部である。 いずれも第一審と上訴審の双方を管轄した。さらに、地方裁判所と警察裁判所が治安判事裁判所に置き換わる形で設置された。請願裁判所は、その管轄が、その後数年間のうちに大幅に削減された後に廃止された。裁判所制度の大きな変更のうち、第二次世界大戦前における最後のものは、1934年に、 刑事上訴裁判所が基本的には最高裁判所の管轄の拡張として創設されたことと1936年に最高裁判所が高等法院と高訴院によって構成されることが宣言されたことである。シンガポールの無条件降伏を求める第二本帝国陸軍第25軍司令官山下智之中将とイギリス陸軍マラヤ司令官アーサーパーシバル中将。 第二次世界大戦の最中、シンガポールは1942年2月15日に日本の軍政下となった。立法権の所在については大きな混乱が生じた。法令を制定する権限を有する政府、または軍の機関が複数あったためである。権限の強いものの順に南方軍総司令部、第25軍司令部、軍政総幹部、マライ軍政幹部及び、 湘南特別市の市役所があった。数多くの法令や通達が通常の指揮系統によらずに、これらの機関から湘南特別市を通じて発せられた。これらの法令はしばしば矛盾するものであり、改装において上級の機関のものが常に優先した。日本軍によるシンガポール占領が開始した時点で存在するすべての裁判所が機能を停止した。 1942年4月7日に、軍律等を適用するための軍事裁判所が設置され、同年5月27日の布告により通常の裁判所が再開された。当該布告は、従来のイギリス由来の法のすべてが、軍政を阻害しない限度で適用されるものとした。最上級裁判所は、湘南高等法院であり、これは5月29日に開設された。 構想院は設置されはしたものの一度も改定されなかった。日本占領下の裁判所により言い渡された判決の位置づけについては若干の争いがある。占領終了後の裁判所の中には日本の裁判所による法適用の判断は有効であるとするものがある。他方で日本の当局は海峡植民地法に従って裁判所を設置しなかったため、 法は引き続き適用されるとはいえ、それを執行する適切な裁判所が存在していなかったとするものもある。日本は1945年9月12日に降伏した。布告第1号により、連合軍の東南アジア最高司令官がイギリス軍西部を設置し、これがその司令部令下の部隊の支配下にある、マラヤ全域にわたる完全な司法、立法、執行及び、 行政の権限及び責任並びに人及び財産に対する包括的な管轄権を引き継いだ。当該布告はさらにすべての日本軍占領直前に存在した法と慣習のすべてが尊重されることになるが、主席民事官が軍政機関においては行政上実用的と考える現行法は例外とされた。そうでない限り、 日本軍政当局の権限による、いかなる布告も立法も、効力を失うものとした。布告第23号により、シンガポール部担当副主席民事官は、日本軍政当局により設置された、裁判所による、有罪判決は全て破棄され、いかなる人、または犯罪についてのものであれ、有罪を宣告しまたはそれを意図する、あらゆる判決は退けられるものとした。民事手続きについて、 1946年日本判決、民事手続き不礼により、占領終了後の裁判所が、日本の裁判所の判決を見直した上でそれを確認し、変更し、または覆すことが許容された。イギリスの軍政を終了させたのは、1946年3月18日付の、布告第77号であり、これは、同年4月1日に施行された。 海峡植民地は1946年、海峡植民地法によって解散された。1946年シンガポール植民地、スーミツイン直令。シンガポールは1887年、イギリス植民地法に基づく、新たな植民地として構成された。シンガポール立法評議会が創設され、当該植民地の平和、秩序及び良き統治のために立法を行う権限が、 与えられた。海峡植民地の高等法院及び高訴院は、シンガポール植民地の高等法院及び高訴院となった。1958年に、シンガポールは内部自治を認められ、シンガポール自治州となった。この変化は、1958年シンガポール、数密院直令によるもので、これは1958年シンガポール自治州法の委任によるものであった。 立法評議会は立法議会に改組され、主として非選挙議員によって構成されることとなった。この時代には裁判所の基本的な構成は依然として戦前の植民地時代とほとんど同じままであった。唯一のわずかな変化として1955年に警察裁判所が再び治安判事裁判所とされた。シンガポールは 1963年9月16日にマレーシア連邦に参加し、大英帝国の植民地ではなくなった。この法的な取り決めは、1963年マレーシア法、1963年サバサラワクシンガポール数密院直令及び1963年マレーシア法の制定によるものであった。1963年の数密院直令は、 シンガポールにおいて、効力を有するすべての法は引き続き適用されるが、新たな憲法及び、マレージア法との調和を図るために必要と、なりうる変更、適合及び留保に服するものとした。シンガポールはより大きな連邦国家の州となった、ことから、シンガポール立法議会は、シンガポール立法府に改組され、その立法権は、 マレーシア連邦憲法に規定される一定事項に限定された。同憲法第75条は次のように規定する。If any state law is inconsistent with a federal law, the federal law shall prevail and the state law shall to the extent of the inconsistency, bvoid この時代においては相当程度の数のマレーシア法がシンガポールにも拡大された。 これらの制定法のいくつかは、引き続き今日のシンガポールにおいても適用される。1963年マレーシア法の下で、マレーシアの司法権は、連邦裁判所、マラヤ高等法院、ボルネオ高等法院及び、シンガポール高等法院が有していた。この新しい構成が正式に施行されたのは1964年3月16日で、1964年、 司法裁判所法によるものであったが、これにより、シンガーポール植民地最高裁判所は、シンガポール高等法院に置き換えられた。シンガポール高等法院の管轄地域は、シンガポール修繕域に限定された。シンガポール国会議事堂マレーシアとの統合は、継続しなかった。2年も経たないういに、1965年8月9日、シンガポールは、これは、 1965年8月7日のシンガポール独立協定へのシンガポール及びマレーシアの署名によるものであり、この協定の規決としての変更を実施したのは、マレーシアの2つの制定方法及び1966年憲法法とシンガポールの2つの制定方法と1965年シンガポール共和国独立法であった。百六十五年シンガポール共和国独立法、 第5条は、マレーシア国王の立法権はシンガポールについては失われ、その代わりに国家元首とシンガポールの立法府が有するものとした。再び、全ての法は引き続き効力を有するが、マレーシアからの分離によるシンガポールの独立した地位との調和を図るために必要となりうる変更、適合、留保及び例外に服するものとされた。今日では、シンガポール国会は、 シンガポールにおいて立法を行う全権を有する国家機関である。独立時点においてはシンガポール国会は司法制度には変更を加えなかった。そのためその後の変則的な4年間においてはシンガポール高等法院は依然としてマレーシアの裁判所制度の一部であった。この点が修正されたのは1969年で憲法が改正されて シンガポールに関してマレーシア連邦裁判所に置き換わるものとしてシンガポール最高裁判所が設立された時であった。なお、この後も、ロンドンの数密院司法委員会は引き続き、シンガポールの最上級裁判所である。最高裁判所は2つの部から構成される。上級部は控訴院と刑事控訴院から構成されており、それぞれが民事事件と刑事事件を取り扱う。 下級部はシンガポール高等法院である最高裁判所庁舎。1970年には下級裁判所が再編された。それ以来、シンガポール下級裁判所は地方裁判所、治安判事裁判所、少年裁判所及び検視官裁判所によって構成されている。数密院への上訴を制限する手段が最初に取られたのは1989年であった。この年、 法改正により、数密院への上訴は、民事事件については、控訴院による取り調べの前に、全当事者がかかる上訴に合意している場合に限定された。刑事事件については、数密院への上訴は、死刑に関わる場合であって、かつ、刑事控訴院の裁判官が、判決内容につき全員一致でない場合に限られた。これらの変更がなされたのは、数密院が、 シンガポールの著名な野党議員であるジョシュア・ベンジャミン、ジェアレットナムの同国における弁護士資格を回復した直後であった。彼は法廷申告書において虚偽の申告をしたとして有罪判決を受けたために資格を取り消されていたのである。数密院はこの有罪判決を投げかわしい不正と評した。1993年には従前の控訴院と 刑事控訴院の分離した構造は排除され、代わって統合された、控訴院が民事及び、刑事の上訴を取り扱うこととなった。控訴院のために選任された控訴判事は、もう、あはや高等法院の業務を行う必要はなくなった。主席判事は控訴院の長とされた。高級的な控訴院の設立により、1994年4月8日からの、 数密院への上訴の全敗への道が固められた。その後、控訴院は1994年7月11日付実務声明を発し、控訴院は同裁判所自身のかつての判断及び数密院のそれを通常は拘束力あるものと取り扱うが、かかる判断に従うことが特定の事件において不正を生じることとなり、または シンガポールの状況に調和した法の発展を抑制することとなると見られる場合には、同裁判所は自身がかかる判断から離れることは自由であると考えることとなる旨を述べた。さらに加えて、この権能は契約上、財産上及びその他の法的権利を訴求的に妨げる危険を念頭に置きつつ、控えめに行使されることとなる旨を述べた。 今日ではシンガポール構想院は同国における最上級裁判所である。シンガポールの法体系の独立した地位は1993年イングランド法適用法により1993年11月12日に民主法法第5条が削除されたことによって強調された。1993年イングランド法適用法の狙いはイングランド法のシンガポールにおける 適用の範囲を明らかにすることであった。同法は、イングランドの古文道は、同法の施行直前のシンガポール法の一部である、限りにおいて、また、シンガポール及びその居住民の状況に適用がある、限りにおいて、引き続き、シンガポール法の一部であるが、これらの状況が求め得る変更に服することとなる、旨を規定する。イングランドの制定法については、 同法別紙に列記されているもののみが、シンガポールにおいて適用され、または引き続き適用される。それ以外のイングランドの立法は、シンガポール法の一部とはならない。シンガポール共和国政情法集、シンガポール国会の定める制定法のすべてと、イングランドの制定法のうち現在シンガポールにおいて、効力を有するものからなる総書。一般に、 シンガポールには三種の方言があるとされている。制定法、判例及び慣習である。成文法は、制定法と従属立法に分けられる。制定法は、シンガポール国会によって制定される、成文法のほか、イギリス議会、評議会における、インド総督及び海峡植民地、立法評議会といった過去において、シンガポールのための立法権を有した機関によって、 制定されたものも含まれる。これらの機関によって制定された制定法は廃止されていない限り、今もなお効力を優秀る。特に重要な制定法はシンガポール共和国憲法である。これはシンガポールの最高法規であり、憲法施行後に立法府によって制定された制定法であって、憲法と矛盾するものは当該矛盾の限度において無効となるのである。 シンガポール国会の制定法は、イングランド法適用法により、シンガポールにおいて、効力を有するイングランドの制定法前述と同様に、シンガポール共和国政情報集と呼ばれる赤い、バインダに閉じられた、過剰式の総書として交換されるとともに、ホーム総裁室の提供する、無料サービスである、オンライン版も、シンガポールスタッチッツオンラインからアクセスすることが、できる。 従属立法は委任立法または獣医立法とも呼ばれる成分法であるがその制定は大臣その他の行政に関する機関や法定機関によって制定法と呼ばれるの受験またはその他の適法な受験に基づいて行われるものであり直接に国会によって制定されるものではないシンガポールにおいて現在効力を有する従属立法は シンガポール共は国獣族立法と呼ばれる黒いバインダに閉じられた過剰式の総書として交換される。官報により交換される新たな獣族立法は5日間に限り電子官報ウェブサイトにおいてオンラインで無料で閲覧することができる。シンガポールローレポート最初に刊行されたのは1992年でシンガポール放送協会による。シンガポールの高等法院。 公訴院及び憲法審判所により言い渡された重要な判決の報告を内容とする。シンガポールは英米法の法域であることから裁判所により言い渡された判決は法言とされる。判決は制定法または従属立法を解釈するものであることもあれば、立法府ではなく従前の裁判官によって作られてきた古文ー。 または公平法の原則の発展であることもある。シンガポール法の大部分、特に契約法、公平法及び信託法、財産法及び不法行為法は、その多くが裁判官によって創造されてきたものであるが、今ではそのうちの一定の側面は、制定法によってある、程度修正されている。1992年以降、シンガポールの高等法院、 公訴院及び憲法審判所の判決はシンガポールローレポートにおいて見ることができる。これはシンガポール放送協会によりシンガポール最高裁判所から入った的な免許を得て交換されるものである。同協会は1965年の完全独立以降の判例についても SLR の特別官として再交換してきており、現在も重犯を続けている。 SLR において交換された判例は、最高裁判所及び下級裁判所の未交換判例とともに、同協会の運営するオンライン無料サービスであるローネットにおいて閲覧することができる。シンガポール以外では、マレーシアとブルネの判例については、ジャスタスという無料サービスで閲覧できる。監修とは、確立された観光内視一連の行動であって、 当該観光に関わる人々により法として認められているものを言う。慣習は判例によって認識されない限り法としての効力を有しない。法的慣習または取引慣習は確定的であり、かつ不合理または違法でない限り法として認識されることはない。シンガポールにおいては司法上認識された慣習は多くはないため慣習は マイナーな方言である。喫煙からドリアンの所持に至るまで幅広い行動がシンガポールのマスラピットトランジットにおいては禁止されている。シンガポールの刑法はその性質上ほぼ制定法によって定められている。刑法の一般原則と通常の犯罪の成立要素及び刑罰は刑法点に定められている。他の制定法にも重要な犯罪が規定されている。 例えば、武器犯罪法、誘拐法、薬物乱用法及びバンダリズム法がある。さらに、シンガポールの社会は高度に規制されており、その手段として他国では無害だと思われるような行為が数多く、犯罪化されている。例えば、トイレの使用後に洗い流さないこと、ゴミのポイ捨て、歩行者による道路の無断横断、一定の目的でのポルノの所持。 チューインガムの販売及び男性間の性行為がある。それでもなお、シンガポールは世界で最も犯罪の少ない国の一つであり、暴力犯罪の発生率も低い。シンガポールでは身体系も死刑も重大な犯罪に対する刑罰として損置されている。いくつかの犯罪については、これらの刑罰が必ず課されるものとされている。ありがとうございます。